はい、もうね、これができないんだったらね、これで結果が出ないんだったら、これがやる気が出ないんだったら、これが継続できないんだったら、あらゆるビジネスはやめておけってやつですよね。このみんなの銀行、すべての要素が詰まってます。このみんなの銀行という案件が自分の手に入ってるのかどうかってこと、やる気があるのかどうかってこと、それからやってるのかどうかってこと、それによって結果がどういうふうに出てるのかどうかってこと、全部このみんなの銀行に集約されてます、ビジネスが。だからこれをすっ飛ばして他の何かがうまくいくってことはまあないでしょう。こんな簡単ですぐお金になってシンプルで、で受け取った人がね、このサービスを受け取った人が損をしなくて得だけするっていうね。でしかも受け取った人がまたね、そっからビジネス拡散できてるわけじゃないですか。いやこれやらないんだったらもうね、何にも教えることはないって感じですよね。いや実際このみんなの銀行やらないのに速稼塾入ったりとかね、ドリアカ入ったりする必要ないんじゃないかなと思いますよ。もう全ての教材がこの中入ってると思いますよ。いやこれやらないんだったら他のどんな難しいことしたいんですかってことですよね。もちろんね、数百万数千万稼ぎたいっていう人はこのみんなの銀行をやったところでまあうまくいかないでしょね。アッパーが30万なんで。でもどんなビジネスやるにしても、このみんなの銀行っていうその銀行にまあ手の内にこのアプリがあるってことって有効じゃないですかね。だからどっちにしても どっかからね、お金振り込まれるわけですから、でどっかに送金するわけですからね。じゃあこのみんなの銀行を利用しとけばいいんじゃないですかね。でしかもそれがまあ入金の糧になるわけですからね、みんなの銀行っていうのが。一番最初に口座作ったら1000円もらえて、で最初1000円もらえる銀行ってありますかね。まあそれで活動していくと、そのみんなの銀行を作った人もまた儲かるみたいなね。これやらなきゃね、吉谷さん、これを我々がこれを進めないともう何も進むものないですよ。これをやってから全ては話を聞くって感じですね。いってらっしゃい。